日本四国地方徳島県徳島市中洲町。中洲町は徳島県徳島市の町名。内町地区に属している。西から中洲町1丁目、中洲町2丁目、中洲町3丁目と並ぶ。郵便番号は郵便番号770-0856。元は福島町平浦町の各一部であり、1941年から現在の町名となる。 氷炭島南東部に位置する町で、町の南を吉野川の支流である新町川が流れ、川岸には県庁ピアノヨットハーバーが広がる。町の東には同じく吉野川水系の除人川が流れている。西変は麦線で反対側の幸町とは南端のアンダーパスでのみ通じている。ただし歩行者、軽車両専用のアンダーパスがもう一箇所ある。 なお、中州総合水産市場は、中洲町ではなく、幸井町にある。中洲町は、江戸時代には、西に連なる幸井町三丁目の大半、南内町の大半とともに新町川の稼働だった。しかし退席が進むと、1880年頃には、干潟、茅原となった。江川勝美に、徳島市議会議員、1893年に、徳島県議会議員となり、 1898年頃までに埋め立てを終え、所有権も手に入れた。これにちなみこの地は江川神殿と呼ばれた。住所表示は、現在の幸い町三丁目の大半、南内町の大半とともに平浦町土手街だった。平浦とは本来は寺島の地名である。新町川菓子に川港の中洲港が築かれ、大阪行きの定期航路が発着するようになった。 1922年には内務省指定の重要港湾の徳島港となった。しかし、船舶の大型化に伴い徳島港は海岸へ移動し、旧、中洲港はヨットハーバーの県庁ピアとなった。西端にはかつては寺島川が流れ、中洲港、徳島港の一部となり、河口には中洲橋がかかっていた。しかし1960年頃埋め立てられ暗挙化し、現在は、 寺島排水機場で新町川に排水されている。埋め立て地は寺島公園と徳島中央警察署になった。徳島中央警察署、ありがとうございます。